今は岩本駅のすぐ近くのこう瀬ですよねに来てます。まあ、この下流には岩本ダムがあるんですけど、それで岩本ダムがあって放水口があって、その上の瀬になります。まあ、結構こう石がねあるので、その石の周りですよね、まあ、そういうとこをちょっと探ってみたいと思います。かなり川幅が広いですね。片品川がこのすぐ上流にあるので、そこの水も混ざってくるのでかなりの水量になります。やっぱこの白輪が立ってる中にできる垂水ですね。その中だろうな。この手前もいいんですけど、一番奥だろうな。結構いい引き。あんまりやりすぎると外れちゃうな。やっぱいいとこには魚入ってるな。よいしょ。やばい。わあ、ちょっと手前来ちゃったな。どこ行った？あ、目印を見失っちゃって。強いっすね。すごい引きが強い。うわー、おお、ああ、潜っちゃう。よいしょ、だだだだだだだ、ちょちょちょ、ああ、すごい引き。これは結構いいやつですね。こんな背の中からギンギンのやつが釣れました。いや、もう引きが強いからね、すごいですよね。ぐんぐん走っていっちゃいますから。ここの瀬で釣れたんですけど、見た目ね、こうすごく、まあ、表層の方はこうすごく速い流れだと思うんですよ。ですけど、こう底石がしっかり入ってるんで、この速い流れの中にこういた感じですよね。で、石とかちょっと確認できてないんですけど、まあ、おそらくこうやったぐらいの石がゴロゴロしてるので、その石の受けにいたんだと思うんですよね。こんだけの流れなんで、まあ、こういうパッと見荒い流れでも、ね、あのサイズのヤマメついてますから、しっかりね、こう、まあ、差を出してみるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、こういうところでかかったヤマメというのは、ね、筋肉質のヤマメなんで、すごく引きが強いので、もう本当におすすめですよ。